イーゴリ・オレゴビチ・シチョーゴレフは、ロシアのジャーナリスト、政治家。現在、中央連邦管区大統領全権代表。これまでに、情報技術、通信大臣、IT 担当の大統領補佐官を歴任した。ドイツ民主共和国ライプツィヒ大学ジャーナリスト学部、モスクワ外国語大学に学ぶ。欧州問題の専門家であり、英独仏語に堪能。1988年タス通信に入る。パリ特派員、イタルタス通信社ニュースサービス副部長を歴任した。1998年ロシア連邦政府機関勤務。情報部副部長となる。同年9月、エフゲニー・プリマコフ首相の下で、政府報道官などを経て、1999年、セルゲイ・ステパーシン首相の顧問に就任し、2000年1月には、ロシア大統領府報道部長。2001年12月大統領議典長。2004年3月には大統領府の組織再編があったが、議典長の職に留まった。2008年5月12日情報技術、通信相に任命される。2012年5月21日、ドミートリー・メドベージェフ内閣発足に伴い、情報技術通信相を退任し、翌5月22日、大統領補佐官に任命された。2018年6月26日、副首相に就任したアレクセイ・ゴルデイエフの後任として、中央連邦管区大統領全権代表に就任。ありがとうございます。